はい、今日はですね、えー、エクスプレッションでループのやり方っていうのをですね、簡単に説明したいと思います。えー、解説は電ンし田村です。よろしくお願いします。はい、えー、まずですね、通常にちょっとループをさせるようなキーフレームのアニメーションを作っていました。こんな感じですね。 5秒間かけてなんかバウンスしていくような、そんなような映像になっています。結構いい加減に作っちゃいましたけども。まあこれですね、通常でやる場合だともう本当にこっからここまでって言って終わってしまうんですが、エクスプレッションを使ってですね、ちょっとループをすることによって、まあずっとですね、こう。 往復するような、そういったようなムービーっていうのを作ることができます。で、やり方なんですけども、まず基本的にこういうキーフレームを作ったわけですね。それでこれ5秒です。5秒になってます。で、5秒なんですけど、ここでコンポジション設定をですね、今5秒になってるんですが、ちょっと1分ぐらいにしちゃおうかな。1分5秒にしちゃいます。そうすると、まあ、基本的にこんなような感じになってますよね。それで、ずっとこう、ループさせたい時間まで伸ばしちゃいますね。こうやって。 1>, もう1分5秒まで伸ばしちゃいます。で、通常だと、ここで終わっちゃったら、そのまま何もないっていう形なんですけども、次にエクスプレッションを適用します。で、位置のところを選択して、えー、アニメーションからエクスプレッションを追加。はい。えー、通常こんな感じで出てるんですけども、今回ですね、使う、えー、プロパティっていうのがですね、ここにいろいろとあるんですが、ちょ、エクスプレッション使う、ここですね。ここの部分。はい。そこでですね、プロパティから、ループアウトっていうのを使います。 はい。これちょっと押していますね。ポチッと。そうすると、ループアウト。はい。ここでタイプサイクル。まあ、こう繰り返すっていうことですけども、ナンバーキーフレーム0って出ています。じゃ、ちょっとこれで見てみたいと思います。こうするとですね、ずーっと繰り返していくんですね。こういう風に繰り返していくっていう感じで、はい。ちょっと見てみましょう。初めて、まずは、こういう感じで行きましたよ。行ったら、今度は0の地点にまた戻るというような形ですね。 で、ここがポイントなんですけども、えー、戻り方なんですね。戻り方っていうのは、これ今ちょっとキーフレームを打ったんですが、1、2、1、2、3、4、5個キーフレームがあります。で、ナンバーキーフレームっていうのは、繰り返しさせればやることができるわけです。例えば、ここの2のキーフレームから繰り返してほしいって言った場合には、ここ0じゃなくて2にします。そうするとどうなるかというと、こうなるんですね。ここで2に戻るんですね。ここに戻る。 途中から急に出てきたように戻るような感じになります。じゃあちょっと3でいって、1でいってみましょうか。1で行くと、はい。ここですね。ここのところが1。この地点ですね。この地点で繰り返されるような形になります。こんな感じですね。なので、まあ基本はここ0っていう形、一番最初のキーフレームなので、ここで0を設定してあげることによって、えー、繰り返される形になるわけですね。 で、応用例としては、このループアウトのところに、ピンポンっていう風に打ってあげます。ピングポンですね。こんなような感じでピンポンと打ってあげます。え、こうするとどうなるかっていうと、これはループではなくしてですね、往復跳ね返るわけですね。こうやって行きましたよ、つっ,ったら、今度は逆に戻ってきますよっていうのが、こう、うまく演出することができるわけです。 これもやり方はここのピンポンっていう風に打つだけで変わります。もちろんキーフレームね、ここのゼロじゃなくて、途中のところから往復させたいということも可能になっています。はい。で、応用なんですけども、えー、例えば何に使うかっつったら、まあ、ただのアニメーションですね、こう転がしてもしょうがないんで、例えばこういうのに使ったりしますね。こんなんで、よいしょ。えい、えいと。 こう引いてしまって、何を作るかというとですね、今こんなのでシェイプレイヤーにして、エフェクトから調整レイヤーにしましょうね。調整レイヤーかけて、はい、CC、カレーダー、万華鏡ですね。万華鏡をかけます。それで万華鏡をかけたら、え、ここの万華鏡のところをですね、動かしてあげます。え、とこ,こなんですけども、ポイントね、ポイントとしては、このローテーション。 これを例えば、えー、まあ、そうですね。3秒間ぐらいで動かしましょうか。3秒間。よいしょ。3秒間で設定します。えい。そして、えー、まあ、1往復みたいな形しますんで、1と打ちます。そうすると、こういうふうな形で、最初こっから始まって、こうやっていって、またこう赤くなりますよっていうような形になります。まあ、これちょっと正面で戻っちゃってるんですけども、もうちょっとこう加えたい場合は、まあ、このあたりにして、1と47。 これは47にすれば、はい。要はこんなような感じですね。こっからアニメーションが入っていって、まあ、万華鏡が鳴って、また元のスタート位置に戻るっていう,うな、そんなような形になるわけです。はい。で、えー、次なんですけども、えー、せっかくシェイプレイヤーなの色をつけるんですけども、えー、例えばここでシェイプの塗りですね。塗りのカラーをまあ赤にします。で、ここと合わせてあげなきゃいけないので、はい。 えー、ここも赤にします。キーフレーム赤赤。で、真ん中の部分だけちょっと変えちゃいましょうか。え、ね、色をじゃあちょっと分かりやすく、はい、こんなような青にしましょう。そうするとどうなるかというと、まあ、途中でこう、色が変わっていって、最後にまた赤になるという形になります。まあ、こういったあの、ループ素材を作る,あの作る場合というのは、ループにしないといけないので、結局最終的に戻らなきゃいけないっていうものを一個こう、キーフレームの期間で決めるわけですね。スタート位置と最後の位置みたいな形になります。 そして、ここのローテーションのところからおなじみのエクスプレッション追加をしまして、先ほどと同じようにですね、プロパティからループアウト、はい、これを設定してあげます。そうすると、全体的にこれを繰り返したような形で設定で、まあ、万華鏡がずっとこう、コンポジションの長さにあって繰り返されるといった、そういったような演出を行うことができるわけですね。